はい、皆さんこんにちは、ノアです。今回はですね、本日、スーパードラゴンボールヒーローズ公式 YouTube チャンネルにて発表されたメテオミッション6弾最新情報ですね。はい、こちらをね、今回まとめ感想動画、撮っていきたいと思います。でですね、今回スーパードラゴンボールヒーローズのね、シリーズ、集大成として、ファイナルですよ。まさにグランドフィナーレミッションね、MM の、6弾最後の段にふさわしいね、神段に、なってます。で、まずそのプロモーションのね、アニメから始まったんですけど、はい、身勝手の極意とかがね、今回めちゃくちゃ活躍してたんでね、最後すごい綺麗に終わったなっていう感じでしたね。はい、魔法ソットもやっつけて、気になる方はね、この後多分公式の YouTube チャンネルで上がると思うんで、そちらもね、ぜひアーカイブで見てみてください。でですね、8月の29日稼働予定ですね、最新弾。はい、こちらで、ね、8月の最後のね、もう本当に夏休み終わる寸前っていうことで、これね、予想はしてたけど、やっぱここ来るかって感じでしたね。で、最近はその奇数月じゃなくてね、偶数月というかで、最後そうですね、11月で終わると思うので、2ヶ月以上はね、一応まだねヒーローズ遊べると思いますので、いやーこれね、マジで最後みんなでね遊んで盛り上がっていきましょう。いやーでね、経験値ボーナス、はい、来ますね。10日間限定経験値7倍ボーナス、8月の30日から9月の8日、まで7倍と。でこれは正直かなり控えめかなって思いました。もっとねどでかい経験値イベント来るかなと思ったんですけど、なんで7倍なんだろうね。で、さらにね、これ終わった直後、はい、9月9日から9月15日、はい、謎のね経験値5倍から13倍です。はい、これ、最初からやっとけよって感じなんだけどね、なんか知んないけど日付ずらして、最大13倍、これもね14倍あったりでも良かったと思うんですけどね。ここでね、最後極みスタイルとか限界突破作りたい方はぜひここで作っておくことによって、次のダイバーズのね、ドラヒモードでもそのアバター使えますので、ここしかなくね、もうもはやね、いやーちょっとここはもう身勝手狩りの需要がねさらに大幅アップっていうことで、セルマックスだったりとか必需品のねパーツ、レベル上げのパーツ、ヨシャベジットとか、そこら辺がワンチャン高騰するかもしれないです。で、スーパーダイバーズスタートダッシュ福引き配布キャンペーンね、はい、これね、メテオミッション6弾1回遊ぶごとに福引き券っていうのがこれもらえるんですよ。100円につき1枚、なので連呼で25連したら25枚もらえますよね。でこれが豪華福引き、豪華ボーナスが当たる福引きが回せるようになるんですよ、スーパーダイバーズでね。でこのダイバーズで、福引き回すことによって何があるかっていうのは正直発表されなかったんですけど、自分の予想としてはアバターの経験値、ダイバーズのねアバターのレベル上げに必要な経験値とか、必殺技とか、ドラヒにマジで近いんで、あのゲームって本当ドラヒそっくりだから、そこら辺のアバター育成要素だったり、あとは称号、これそんなに必要なのか分かんないけど、称号だったりとか、とにかくダイバーズのねスタートダッシュ切るにふさわしいような、ビッグボーナスが当たると思います。でワンチャンカード、当たりが出ると、福引きでね当たりが出るとカードがもらえるよとか、そういう系かなって予想してます。はい、これはねぶっちゃけかなり大事だと思うんで、メテオミッション6弾これね、モチベーション的に自分めっちゃ高いんです今。最後の段ってのもあるんだけど、刺しゅうする感覚があんまないっていうかね、これもあるしね、そうこれの存在マジででかいなって思いました。はい、でここからアルティメットレアの情報ですね。はい、こんな感じ。今回のアルティメットマジですごい、全10種類あって、このスーパードラゴンボールヒーローズのそうなんとかミッション、なんとかミッションだったと思うんだけど、それをモチーフにした UR カード、はい、これ全部集めたらめっちゃかっこいいね。で、一番一番の性能もねこれ明かされてないんですけど、カードアクションアビリティとかはギリギリ見れる感じかな。はい、デザインはねこれ、集大成を飾るにふさわしい、いやもうねこういう感じで来てほしかった本当にね、マジでこれナイス。はい、でこんな感じで歴代の SDB シリーズごとにフィーチャーしたカード、はい、これめっちゃいいね。どれが一番欲しいかって言われるとちょっとね決めがたいとこなんですけど、なんかこの横向いてライオス可愛いから、このウルトラゴッドミッション欲しいな。なんか UGM ってすごい面白かったイメージ、ビッグバンとかね、はい、ここら辺が欲しいなと思います。はい、からの、これね UR だけじゃないですよ、はい、レジェンドシークレットコレクションスーパードラゴンボールヒーローズエディション、これ今度メテオミッション6弾、5弾でもね同じようなやつ、体力のね昔の UR とかシークレットが復刻してたと思うんですけど、あれのね上位互換、
はい、今回は、イラストかっこいいプラス使えるカードがねめちゃくちゃ含まれてます。例えば、まあ、ゴッド、流星、アイオス、これアイオス最近使ってるんだけどね、普通に今の環境でも強いです。で、ベジットブルー、はい、これは、まあキラベジのねユニットのデッキにぶっ刺さるね、カードになってて、まあね最近ちょっとマベジの影響で使ってなかったんだけど、よく考えたらあのユニット潰せるのでかいなって思いますね。エナジー全破壊で、ゴジットね、はい、これ未だにチルド倒して強いですよね。ゴジット、からのスーパーベジット&ゴテイク3ね、はい、これもね、うん、結構バトスタでも見かけるカード、まあ下のカードだね。この上段は正直そんな環境カードはないけどかっこいいよっていう感じじゃん。で、下はかっこいいプラス強い、カードが多いね。で、悟空3はちょっと環境からはね落ちてるけど、これのねホログラフィック、あのホログラフィック加工っていうのね、銀ギラ銀のさ白色の加工、これねマジで手に取って見てみたい。14種類、はい、こちらなので全部で UR 以上が24種類という、はい、最高すぎる。そしてシークレット、今回4種類でしたね。はい、これ5ぐらいかなと思ったんだよね。5か6かなと思ったら、はい、今回4種類キャラクター名が明かされてますね。孫悟空少年期、孫悟空ゴジータ GT、 そして孫悟空、はい、悟空じゃん、もう全部悟空じゃんって感じなんだけど、まずそうですね、孫悟空少年期どこのシーンで組んだ、これもうちょっとね予想がつかない。まあ、ゴジータ GT は、そうですね、まあ、ビッグバンカメハメハシーンも使っちゃってるからね。まあ合体の降臨シーンも使っちゃってんだよね。でも難しいと思うよこれは。で、まあキャラ的にそのZ の悟空は、まあ、魔人ブー戦でしょ、これ絶対。絶対ブー戦の元気玉のとこだと思うよ、どっかしら。で、まあ、スーパーの悟空は身勝手の悟空でしょ、どうせ。違うの、逆に。あー、それか悟空フリーザのシーン。いや、でも悟空フリーもね、一番最高のシーンね。使っちゃってますからね、ウルトラゴッドミッションで。まあ、これ、あ、ビッグバンミッションか。いや、これは相当難しいと思いますね、シーン。どこを選んでくるか。で、その、シークレットの1枚ゴジータ GT のドラマティックアートがまさかのね公開されました。はい、こんな感じ。通常版は公開されずという感じなんですが、はい、DA 版だけなぜか、先行公開、ブラフカメハメハシーンですね。っていうことはあれかな、ビッグバンカメハメハーのとこか。いやー、ちょっとこれはかなり楽しみですね。いや、でもこれ DA のねシークレットって、まあ、孫悟空少年期健康一滴に続き、これ2枚目じゃん。だから意外と出なかったね、そう考えると。なんか原点と頂点って感じで、なんかいいっすねこれ。はい、からのメテオミッションラストシークレットあります。ラストを飾るにふさわしい激レアカード、シェンロン、ドラゴンボールが浮かび上がる特別なホログラム加工。はい、これすっげーよ。あの、何がすっげーかっていうと、まあこれラストシークレットっていうのが、まあ要は宝箱ね。そう、宝箱が光るともらえるよっていう、あの今までもあったよね、そういうのいっぱいで。 BM の、ラスゴジとか、あの強いで有名なラスゴジだったりとか、あとはね、ワンキルの孫悟空 GT フルパワーサイヤ人4とか、あとは身代わりの身勝手みたいな、ああいう形式でもらえるね宝箱の、シェンロン、これなんですけど、はい、実物がこんな感じ。コーペがね、はい、持ってます。これすごい、あの H3 弾のねキャンペーンのホログラフ加工、ちょっとカミカミですみませんね、あれが、まあ、再現されたシェンロンみたいな。これやばい、マジでやばい、これ本当にかっこいい、感動したもん。うわ、ここでこれ持ってくるみたいなね。しかもこれがシークレットっていうね。あ、だからこれ入れたら5種類だね。はい、でシェンロンただの鑑賞用カードかと思いきや、はい、性能がまさかの公開されました。はい、こんな感じです。ちょっと待って、ね、これねアフィリティね、ちょっとちっちゃいんですけど一応書いてあるんですよ。あ、ちなみにこのシェンロンダイバーズでも使えるらしいです。なんか戦闘用というよりかは、なんかスキャンするといいことが起きるって書いてあったんで、なんですかね。まあちょっとそれは分かんないですけど、敵アタッカー1人以上いるときにシェンロンを、召喚、叶えて願いをもらうと HP50% 未満のときに効果がアップする。敵の攻撃を弱らせたいを選ぶと、このラウンド敵アタッカー全員の当たるダメージが半減する。防御を弱らせたいを選ぶと、このラウンドの敵アタッカーの受けるダメージ 1.5 倍、敵の HP を減らしたいだと敵の HP3000 ダウンで、特別なお願い、まあ、これがスキル、ダイバーズのスキルね。うん、まあちょっと詳細はね発表されてないんですけど、まあ、これパッと見の印象は、まあアビリティの発動条件は敵アタッカー1人以上いれば OK なんで、ここはいいんですけど、まあ、3回発動可能で、まあ、50% 未満で効果アップだから、まあやっぱり確定復活系の E 神論とか、健康あたりと相性良さそうですね。わざと HP 減らすっていう、まあ相手依存にはなっちゃうけど、それプラスモナカとかそういう HP 減ったら強い系のカードとの相性がまずいです。でそれになっても、まあぼちぼちは使えると思いますが、まあ、逆にこれあれだね、なんか
耐久デッキとかの方が合うのかな。でね、あの最初の方出さないで、ね、後半だけこれシェンロン出しとけばさ、なんか結構強そうな感じするんですけど、で効果アップするなんて、まあ、超アップとは書いてないんですけど、まあおそらく、敵アタッカー全員の与えるダメージまず 90% 減、まあ、極炎にできる効果だと思うんですよね、この1個目が。で2個目の効果がアップすると、まあ、敵全員の受けるダメージ3倍ぐらい、で考えたら相当強いね。で HP を減らしたいだと、まあ9000ダウンとかじゃない、強くね強くないかシェンロン。はい、まあ前回のシェンロンもね、結構あの出たばっかの時使われてたと思うんですけど、これもそこそこなんか使われそうな感じするよね。うん、まあまずなんといってもイラスト最高にいいんで、これ別に使えなかったとしてもね、あの全然 OK でしょ。はい、からの孫悟空のね、UR だねこれ。はい、UR の孫悟空1枚だけ性能が発表されました。はい、これね、さっきの10種類の中の1枚なんだけど、これもね、ダイバーズで使えるみたいなんですよ。でダイバーズの効果は終わりを告げる戦士、アビリティ名がマジでフィナーレって感じ。3ラウンド目開始時、自分のパワー、元のパワーを 1.5 倍、必要エナジーに関わらず必殺技が発動可能になるという、ことなので、まあ、奇跡のフィニッシャーの上位互換みたいな感じですね。まあダイバーズって3ラウンド目、3ラウンド目がファイナルなんで、まあ、そう考えるとこれは結構強いんじゃないですか。はい、ダイバーズのアルティメットレアってまだ公開されてないけど、なんか普通に今までのねダイバーズのロケテのカードとか見てる限りは強い方だと思いますね。で3000、4100、2000とステータスがあって、ブースト機弾となってます。はい、ブーストタイプの悟空ですね。勝利のこれなんていうの、旗印か、バトル開始で自分の受けダメージが永続で 70% 減、作戦決定時1人でアタッカーにすると2回攻撃し、サポーター全員の当たるダメージが 1.5倍、敵アタッカー4人以上だと敵アタッカーの人数に応じて効果がアップする毎回。はい、ということでサポート系カードですね。まあバトル開始時にまず、まあ、自分の受けるダメージ 70% 減なんで、まあこれ全体じゃないですね、さすがに。まあこれ、まあ、左集団なんで全体 50% ダウンぐらいでもよかったんじゃないかなこれで。まあ1人でアタッカーにする必要があるんでね、まあここレイジングみたいな感じで、うん、まあ1枚出しするしかないから、まあそれで 70% 減がついてる感じか。あー、まあそう考えたら結構相性はいいですね。でまあ貫通のベジットとか最近多いんで、そこのケアはちょっと必要ですけど、まああれだね、仲間全員のサポーターの当たるダメージこれ最低 1.5 倍で、まあ敵のアタッカーがこれ7人だとどうなんだろうね、3倍ぐらい、ちょっとわかんない、これの効果アップ量がわかんないけどね、下手したら荒ぶって5倍とかになるかもしれない。でヒーローズラッシュ持ちです。敵のダメージ軽減効果を永続で無効にするヒーローズラッシュ。はい、まあ、強さで言うとぼちぼちかな。うん、なんか、まあ、そこまで強い方ではないと思うんだけど、この効果アップ次第では強いって感じ。はい、でからの、まあ、ドラマティックアートまだ、ありますね。はい、魔人ブー前と、ゴジータ GT、 これさっき発表したやつかな。はい、まあ、デジタルの方で見ても結構いいですね。究極ビッグバンカメハメハなんで、ゴジータ GT やっぱりビッグバンカメハメハシーンかなこれね。ちょっとこの通常版をなんか見せてほしかったよね。はい、いやーでもいいなこのイラストマジで、うわーいいマジで良すぎる。で魔人ブーゼンもいいねこれ、扉へのうわーこれはちょっとファン涙目、サタンをいじめるな、これはあれだね、スーパーレアの魔人ブーのアビだよね。はい、この背景が全部真っ白白になってるやつめっちゃ好き。で以上ですね。はい、なので今回発表された情報ちょっとねひとまとめにしてみたんですけども、はい、なかなか中身が濃かったんじゃないでしょうか。はい、 UR が全25種類、シークレットレアが、まあ、シェンロン含めて5種類ということで、はい、すごい揃い踏みで、まあ、DA とかも含めるとまあそうですね、凄まじいね、量の UR シークレットカードが、今回の段は収録されます。で、まあ気になる性能に関してはあと1週間ぐらいで発表されるのかな、いやワンチャン今日発表される可能性あるんで、それはそれでこの後動画にしたいと思います。はい、ということで、皆さん最後のねメテオミッション6段超絶神段になってますので、ぜひですね、一緒に遊び、そしてなおかつ YouTube もね見ながら楽しんでいただけると嬉しく思います。ということで今回の動画は以上です。この後もですね、続報ね、はい、最新段情報をガンガン提供してまいりますので、はい、このね先もぜひね動画見ていただけるとめっちゃ嬉しいです。はい、ダイバーズの情報も多分この MM6 段中に結構出ると思うんですよ。カードリストだったりとか、まあ UR とかね、シークレットあんのかな、まああるでしょう、ね、100% あるよダイバーズだって。今までの傾向でシクレーだってね、出せば受けるって分かってるからまず出すだよね。うわーマジで楽しみですね。はい、ということでご視聴いただきありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。今日のノアチャンネルは終わり、また見てね。